グリーンドーム前橋は群馬県前橋市にある前橋市立の多目的アリーナである。2014年4月1日からネーミングライツにより山田グリーンドーム前橋と呼称されている。グリーンドーム前橋は老朽化した前橋競輪場の後継施設として1990年5月31日に完成した。メインアリーナには世界選手権自転車競技大会などの 国際自転車競技大会の開催に対応した自転車競技用の走路が設置されている。現在は本開催と展示の練習の一部にも使用されている。施設所有は前橋市で管理運営は財団法人グリーンドーム前橋が行っていたが2011年から前橋市の方針により市内の財団が統合して発足した。 一般財団法人前橋振興校舎が管理し、2016年からは別財団との合併により発足した一般財団法人前橋町づくり校舎が管理している。2014年時点において施設の主な使用目的である経理の収益が落ち込んでおり、収支は赤字経営となっているため施設の命名権を募集したところ、 県内に本社を持つ山田電機からの応募により、そのまま命名が決定した。グリーンドーム前橋の設置及び管理に関する、条例前橋市公共施設白書私有建物の更新問題を考えるピアニッシュも、47から48、前橋市、平成25年7月、グリーンドーム前橋、ネーミングライツにつきまして、ありがとうございます。